緒に歌うことになるかもしれないじゃないですか。そうなった時にちょっと3期生に負けない3期生に負けないちょっと初々しい可愛い声をもう一回取り戻してみようと思ってじゃあまずキャッチフレーズをキャッチフレーズをやってみますね。ちょっと昔みたいにいいかよく聞いて、君は世界で一番可愛いの。なんて私の自己肯定感を上げてくれるんだろう若いメンバーには負けないぞ。そう、3期生に負けないフレッシュな声でいきますね。いきます。はい、日本ののっぽの山といえばNCT ののっぽな人といえば、ありがとうございます。いつか富士山みたいな日本のシンボルになりたい17歳のミミこと藤崎美優です。今一瞬でヘリウムガス吸えたでもさ、こんな感じじゃなかった？え、そうだよね、初期の声の高さこれだよね。なんか今声出してみて思ったんだけど、なんか発声の仕方が違う気がする。え、そうだよね、こんな感じだったよね。あ、今はあと1ヶ月もないくらいで22歳になります、藤崎美優です。17歳の時はそう、こうだった気がする。待って、でも声の出し方を思い出そうとするとね、忘れちゃうんだよね。キャッチフレーズならできるんだけど、キャッチフレーズしかできないんかい日本のノッポの山といえば、あー、 NCT のノッポの人といえば、なんか口がちっちゃい。なんか喋り方めっちゃ口がちっちゃい。そう、口なんて言ったらいいんだろう、めっちゃ難しいけど、そうそうなのよ。なんかだから声が変わっちゃったなって思ってて、そうボーンとしてて50以上もカウントして大丈夫だよそう、なんかね、でも私中学生の時かな、中学生の時すごいね、あの声変えてるだろうみたいな、なんて言ったら、声作ってるだろうって、なんかいじめまでいかないけど、めっちゃからかわれてた時があったのね、中学生の時に。そうでもなんか私妹も同じ声なのよ。だから別に作ってるとかではないんだけど、そう、だから作ってるわけではなくって、今は作ったけど当時は多分作ってたわけじゃなくて、単純に声が若かったんだと思うんだよね。そう、そんな気がする。だからちょっとここの枠はあともう10分もないけどちょっと頑張ってみようかな。そう、分かる、作ってたら怖いね。フォローしました、ありがとうございます。なんかさ、でもさ、普通にコメント読むのこの声でってちょっとしんどいなキャッチフレーズ以外何やったらいい？ぶってる、うん、言われた、めっちゃ可愛い子ぶってるってめっちゃ言われました、中学生の時。映像倉庫で初期の頃のショールームとか見てみるか。あ、ぜひぜひ。絶対ね声が違う絶対ね声が違うんだよね。壇上読みも初期の声で。分かった、それいいね、そうしよう。研究成功への、なんだろう、 NCT の掛け声なんだろう、じゃあエンジンをちょっと一人で言ってみるね、初期の声で今はちゃんとキャプテンとしてエンジンしてますよ、ツアーの時とか。今はちゃんとキャプテンとしてエンジンをしているんだけど、そうだけどちょっと今ここでは
初期の頃を思い出した声でエンジンしてみますね。あ、クモタワーありがとうございます。いきますよ、3、2、1。新潟、私たちは可愛い、おー、私たちはできる、おー、行くぞ NGT48。 間違って、もう一回3、2、1言おうとしちゃった。なんかね、なんて言うんだろう、 この声になるの、こうしてこうしたら初期の声になる。そう、ぶってるバージョンって言わないで。そう、なんかね、多分2トーンぐらい上がってるかもしれない。特技にしよっかな、今度から。一瞬でヘリウムガスを吸える、なんかやりましたよね、2年前ぐらいにさ、20歳になる前にやりたいことみたいな、ヘリウムガスを吸ってみるみたいなありましたよね。でもその時はなんかヘリウムガス吸ってもあんま変わんなくって、ってことは2年前ももうすでに若い声だったのかもしれない、その時もまだ。え、もしかしてここ2年でめっちゃなんか声変わった？へえー、やば。そうなんだよね、2年前の時はさ、ヘリウムガス吸ってもあんまり変わんなかったけど、今だったらちょっと変わるのかもしれないよね、もしかしたら。そういうことかな。22歳になる前にまたヘリウムガスやるのかな。出し続けると声が上がる。ね、でもさ、すごいなんかベテランの歌手の方ってさ、声とか全然変わらないじゃん、なんか昔も今もさ、なんかもう何十年前にさリリースした曲とか歌ってもさ、なんか全然声変わらない方とかいらっしゃるじゃないですかね。そういう方とかってそう考えると本当にすごいなって思うよね。ほんと。3期生に昔の声で話しかけてみてほしい。絶対に嫌。くまたはありがとうございます、ありがとう。3期生の前ではヘリウム。ねえねえ、ちょっとみんな聞いて、みんな聞いて。でもたまにこの声出すの私、なんかあれ、3期生に対してこの声で喋るとき何かって言ったら、可愛いってめでる時だ。3期生のこと可愛いってめでる時、可愛いねって言っちゃう、この声のトーンで。それだ、だから3期生の前でこの声出してる時ある。なんかもうさ、可愛いねって言っちゃう。小さい子に話す時に声が上がる感じ、うん、それに近いのかもしれない。今はね、昔は全然それが本当の声というか本当のトーンだったんだけど、今はそうなるかもしれない。そう、でもさ、私でも歌うとさ声めっちゃ違うなって思うんだけど、わかる？歌声さ、でも歌声は結構昔からずっと特徴的なことには変わりない気がする。なんか喋る声のトーンは落ち着いてきたし、なんか思うんだけど、なんか自分がキャプテンになってもそうかもしれないけど、人に伝わる声のトーンってあるじゃないですか。なんか今までの声のトーンももちろんそれはそうだったんだけど、それはもちろん私の声なんだけど、多分人に話す、人の前で話す場面が増えて、こう人に伝わる声のトーンっていうのを習得したんじゃないかな。そんな気はするね。そう、しかもでも歌った時は、多分歌った時の声がそれこそ本当の声な気がしますね。だって歌う声ってさ、なかなかその歌い方から変えないとさ、なかなか変わらない気がするから、なんか人と話す上での部分かなって。あ、ランキング読まなきゃ。じゃあ分かった、ランキングは初期の頃の声で。あ、コマタワーありがとうございます、ありがとう。じゃあいきますよ、ランキングは初期の声でいきます。13位ラマさん、ありがとうございます。12位ガトランティスさん、ありがとうございます。11位たくみさん、ありがとうございます。10位カイアトさん、ありがとうございます。
9位ニラさん、ありがとうございます。8位おじゃさん、ありがとうございます。7位みーちゃんさん、ありがとうございます。6位ゆうきさん、ありがとうございます。5位山順さん、ありがとうございます。4位マーチンさん、ありがとうございます。3位鹿児島のたかたかさん、ありがとうございます。2位てるはやさん、ありがとうございます。そして1位耳推しの人さん、ありがとうございます。え、どうですか？でもなんか私ランキング読むときいつもこれぐらいじゃないって思った気もしたんだけど、どうなんだろう、やっぱちょっと違った？どっちかっていうと声がどうっていうよりなんかテンションの違いなような気もしなくもないけど、わかる、なんか思ったよりもいつも通りだったような気もするけどね。さあというわけで続いては12時15分からカラオケ配信ということで、やっぱさっきもね歌声はあんまり変わってないかもっていうことだったので、次のカラオケ配信ではきっと私のねもう本当のもうベースとなる声が聞こえると思うので、はい、次は12時15分からお待ちしております。次は3週だね。そうなので、あの捨て星の時間もね決まってるので皆さん忘れずによろしくお願いします。それでは朝の3枠ありがとうございました。そしてトレンドもねなんかまた入ってたのでありがとうございました。またじゃあ次お待ちしてます。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。